ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がアウディ RS6 2014年式32400キロ、こちらの車になります。ちょっと車両紹介の前に、はい、ようやく晴れましたね。ようやくもう久しぶりだよね。前回も前々回も、はい、そうだね。雨どころじゃなくて大雨でした。大雨だもんね、はい。ちょっと今回は気持ちよく試乗が。雨男じゃない？本当ですか？僕ですか？うん、まあ、でもちょっと心当たりがあるんです、はい。はい。ちょっと言い返せないんですけど。はい。なのでちょっと今回は気持ちよくちょっと試乗ができそうなんで。そうですね。ちょっと試乗も含めてお届けしたいと思います。はい、そしてちょっと今回、うん、撮影にあたって、うん、こっちの車がちょっとチラチラちょっと映ってしまうかもしれないですけど。そうですね。はい。ちょっとあの入庫中の車が、はい、はい。ちょっと場所どうしても動かせない。動かせない車なんで。はい。ちょっとコンパクトに回りますんで。はい。こんな感じでお届けしたいと思います。お願いします。今回ご紹介するのが、はい、まあ、あえてと言っていいですかね、先代モデルということで。そうですね、あえてと言っていいと思います、はい。まあ、新型もなんかこうぼちぼち街で見かけるようになったりとかしてますけれども、うん、はい、逆にやっぱりこう買い時が来たかなという、はい、元値がね、すごい車なんで、それを考えると今のこの市場価格、うん、もうだいぶこう夢の車が手頃な価格になってきたかなと、現実味を帯びてきたというか。そうですね、はい。であとは僕やっぱりこう車を紹介するじゃないですか、はい、予習するんですけど、はい、新型の車ってこう検索すればいろんなものがふわーって出てくるんですよ。でそれが先代になると今情報がすごく早いんで、はい、途端にこう情報が出てこなくなっちゃうんですよね。あ、そうですよね。検索しても引っかからない、うん、だからこの方の RS6 を、うん、改めてちょっと勉強しようと思ったときに、うん、これレビューとかなかなか出てこないんですよ。なるほど、はい、で結構同じように、うん、まあ、買える値段になってきたからちょっと狙ってるんだけどなって言って、うん、結構調べてる方って多いと思うんですよ。そうですね、はい、であえて今回ちょっと先代モデルであるんですけど詳しくちょっと掘り下げていきたいと思います。はい、でまずボディカラー、はい、珍しくないですか？赤ってそうでもないですか？たまに見かけることはありますけど、うん、まあ多いカラーではないですからね。でちょっとこのメタリックなんですか？これソリッドですか？ソリッドですね。ソリッドですか、うん、ちょっとキラキラしてない、もう本当に赤っていう。そう、はい、ちょっとあんまり僕的には見かけなかったんで新鮮だなっていう。そうですか、はい。前に、数年前に東京店で一度このお車ではないですけど同じカラーの車をお取り扱いはしましたよ。そうなんです。なるほど。でちょっとこの目は分かれそうではあると思ったんですけど、はい、ちょっとこの RS 定番のこのマットのシルバーとこれ意外に組み合わせ的にいいでしょ、はい、マッチしてますよね、はいはい、思っちゃいました。私も思います、はい、であとはその他のこのグロスブラックのこの3色組み合わせ意外にいいんじゃないかなっていう、うん、バランスはねとてもいいですよね、うん、そしてもう一点僕ちょっと正直に言うんであれば、はい、新しいやつがもう、うん、本当にガラッと変えてきたじゃないですか、うん、だからちょっとこの先代モデルは、うん、ちょっとこう古さとまではいかないですけどもうちょっとこう見慣れた感じがするなと思ってたんですよ。写真とか動画で見る限りだと、はいはい、これ実写見るともう全然かっこいいですね。かっこいいですね。まだまだ全然色あせないです。あのでも僕私個人の、感覚で言うとこの顔見慣れてるんですけどでも RS6 って改めて見るとフェンダーの張り出しがものすごいじゃないですか。そうなんです。そこの違いがね実車のこのサイズ感とかそうですこの微妙な凹凸とかはいこれちょっと現車を見た方がいいですねやっぱりはい車はぜひ見てもらいたいですよね、はい、であとはまあ現行モデルにも通じるこのシングルフレームグリルだったりとかはい、はい、ちょっと形なんかは変わってますけど、はい、変わらず引き継がれてたりとかこのグロスブラックのパーツ差しとか、うん、はい、まあ、あとヘッドライトなんかもよく見るとやっぱりすごい造形してますよね、はい、これが2014年からやってるわけですもんね。そうです。これすごいですよすごいですよね、うん、あモデル的には14年より前からやるか前ですよ。あそうですよね。そう、うん、だってこのちっちゃいプロジェクターというべきか、うん、LED というべきか LED プツプツプツって並んで、うんはい、そして先ほどちょっと触れましたけどサテンのパーツがしっかりついててでこの辺もあこの辺は抜けてはないんですね。エアが一応溜まるようになってるのかな。はい、はい、であとは年式的に多分装備的なものが皆さんいろいろ気になるところだと思うんですけど、うんはいまあ、ACC やちゃんとセンサーついてたりとか、はいまあ、オーナーのセンサー関係も全部ついてたりとか、
そんな感じです、はい、であとフェンダーがやっぱりこのド迫力の、はいはい、これの1個前よりさらにフェンダーがこう出てるんですよね。はい、そうなんですよね。結構幅もしっかり、うん、ド迫力の、これもう普通じゃないぞっていうのが見て取れますよね、うん、はい、一目瞭然です。そしてプレスラインもこう、なんですか、こう、うん、普通のプレスラインじゃない、うん、これがやっぱり効いてますよね、アウディって。効いてます。だから前にもツッチーと動画で撮影したと思うんですけど、その、まあ、今最新が出てしまったので1個前になってしまいますけど、 RS5 スポーツバッグだったりとか、結構アウディのこのプレスラインの作り方っていうか出し方、独特な他のメーカーにはないものがあるので、なんかこう造形が面白いというか凝ってますよね。それがこのアバントのこのワゴンのボディにこうマッチしてるというか、伸びやかでもあり、はい、こうグッて出るところは出てるし、うん、はい、そして足元がすごいのがついてるじゃないですか。すごいのがついてます。これ僕知らなかったんですけど、はい、装着率めちゃめちゃ低いんですか。RS6 アバントはボンドグループの自動車販売でも結構な台数扱ってるんですけど、カーボンブレーキに関してはほぼほぼ、あ、そうなん、見た時がないと言ってしまうぐらい。でも確かに僕も思い出すと、はい、もう RS6 って言ったらあのウェーブローター、そう、ウェーブローターのイメージしかないじゃないですか、はい、うん、確かにそう言われると、はい、サイズ的にもちょっと大きくなってるんですよね。はい、そうです。で20インチがこれオプションの方の、はい、オプションの方のこれ20インチですね。20インチってことで、はい、はい、こんなもう逆ぞりねえ、えぐすぎますよね、うん、これ純正ですからね。そうで、タイヤが275、ポテンザが今装着されてる、はい、本当かっこいいですよ。これカーボンセラミックでも20が入るんですね。入りますね。そのあとはあれでしょうね、キャリパーの逃げ、うん、によのそのホイールによって逃げる逃げないがあるので、まあ、ホイールは限られてしまうと思いますね。なるほど、はい、でカーボンセラミックになると当然そのロングライフになったりとか、うん、そうです。ダストが、ね、出にくくなったりとか、はい、まあ、ストリートで使う分にはかなりメリットがあるんじゃないかなと、はいはい、うん、そして今回の車車高もいい具合に下がってます。いい具合、はいはい、このまま乗れます。このままいいですよね。見た目が、はい、カーベイの HAAS がついてますのでいい感じですね。まあ、純正のダンパー機能をそのまま生かしたまま車高調を化させてるやつですよね、うん、で結構今多分低めにセットアップされてます。だまあこれは調整でご希望があれば上げたり下げたり、ね、下げたりはちょっとどこまでいけるか分からないですけど、はい、でも実際にその RS6 この型のモデルは腹下というかエンジン下も高さがあるので、あ、そうなんですか。そうなんですよ。そんなに怖くはないですね。こう見た感じだと結構低い感じもしますし、あとはタイヤがちょっと入っちゃってる、ホイールが入っちゃってるので、そうですね、車高下げた分少しキャンバーがついたのか、うん、はい、スペーサーを入れるか、そうですね、なんだったらアメタンバチンと入れてもらえる、そうですね、車外ホイールが、そうですねちょっと入れたいかなっていう気がしますね。はい、こんな感じの足元になってます。いや、これちょっといいっすね、カーボンセラミックね、え、普通じゃない感が、そう、はい、前も後ろも横も、そう、ね、いやいや、なんかいいですね。はい、いいと思いますね。これでも、まあ、後から入れるって言ったらもう途方もない、まあ、パーツがあればですけど、おそらく想像で多分200万円とかいっちゃうのかなと思いますね。オプションでだって100万円オーバーですもんね。そうです、ですよね、うん、だからなかなかこの辺に関しては、うん、まあ、求めてるんであれば、まあ、絶対外さないで選んでいただきたい。はい、もう狙いの車についてたらもう絶対買いな、絶対買いですね、はいはい、そんなオプションになってる、うん、であとはまあ他の RS モデルと一緒でシルバーの、はいはい、ミラーだったりとか、はい、窓枠だったりとか独特なルーフレールだったり、はいはい、この辺なんかもうこのまんまでもやっぱり RS を主張する部分ですから、はい、いいと思いますし、もうボンドグループでしたら、まあ、いろんなカスタマイズも、そうですね、まあ、だから白じゃないシルバー、黒、赤の3色でもいいんですけど、これ黒、赤の2色にまとめてもかっこいいですよね。かっこいいと思います、はい、うん、まあ、いろいろカスタマイズも楽しめるんじゃないでしょうか、はい、であとはどうしましょう。リアのフェンダーなんかもリアも結構出てますね。これいや相当出てますよ、リア。これえぐいですね、改めて見るとよくよく見るとね、はい、当然新型 あのデザインもその、まあ、僕というか皆さん把握してると思うんですけど、この形だからこそこのフェンダーのこの張り出し感が強かったりとか、やっぱりまた違うじゃないですか。
もう僕言っても一般のサラリーマンなんで、土みたいに高額高級取りじゃないんで、言ってるんですか。これがもう600万円とかなってきたらちょっと自分でももう狙えるのかなっていう、いよいよ頑張ればみたいなところじゃないですか。元値がね、そうですよ、すごい金額、はい、でそこの部分に関しては別に色褪せてないわけじゃないですか、全く、はい、まあ、もちろんその3万キロっていう部分は消耗してますけど、はい、もう現代的な装備も十分ついてるし、そうです、はい、うん、後で乗ればその3万キロの状態がどうなのかはっきり分かりますしね、うん、そしてカーボンセラミックリアもしっかり、はい、カーボンセラミックなんです、カーボンセラミックです、まあ、ここのクラスになるとやっぱり、まあ、4輪なってるんですかね、うん、そうですね、 LSS なんかと C クラスなんかだとリアがスチールになってたり、あ、そうなんですよ、はい、しますけど、うん、あれちょっとあれって思うところがあるのでまあ車格的にはまあまあまあっていう感じですけど、うん、そうですね、まあ、この辺のクラスだと当然4輪カーボンセラミックになってる、はい、あとは後ろちょっと今回狭くなっちゃってますけど、はい、後ろ特に僕なんかこう年代を感じないなと思います、うん、テールレンズとかはねかっこいいですよ、そう、はい、全然新しいんですよ、うん、どうしても新型見ちゃうと、はい、新型がちょっとずば抜けてるけどぶっ飛びすぎてて、はい、であれですけど、うん、これ単体で見た時に特にテールランプのデザインとかシュッとしててかっこいいなと思って今見ても、でもそうに考えるとアウディってどのモデルでも前その現状あ現行出た時ってすごく先に行ってるイメージがあるじゃないですか、進んでる感ありますよね、そうなんですデザインとか、はい、だから一つ前の型になって、しかも一つ前の型の前期モデルなんですけど、そんなにこうなんか結構前だなっていうイメージがないんですよね、ないですね、はい、うん、それがいいですかね、であとはしっかりこの辺なんかも RS のどでかいディフューザーがついてて、はい、今回の車ちょっとだけここが、はい、ちょっとはいここにポチってぶつけた跡があって、はい、ちょっと補修のテープ貼ってありますけど、はい、まあ、あのリペアもできますか、はい、はい、まあ、リフレッシュなんかもそうですね、まあ、お気軽にお問い合わせいただけるといいんじゃないでしょうか、はい、うん、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。内装の前に、うん、僕このドアの締まりが好きなんですよ、うん、アウディ、うん、なんかもう本当にめっちゃこう剛性感じられません、うん、決してこうドアとか重くないんですよ、うん、なんでですか、わかんないです剛性感が伝わってくる、メーカーそこ神経質になってるんでしょうね、そうなんですか、ね、アルミを多用するメーカーじゃないですか、だからって剛性が落ちちゃいけないしとかいろんなこと考えてるんでしょうね、まあ、メルセデスはメルセデスのこうなんていうんですかドアの感じあるし、あります、ね、BM は BM の感じあるし、はい、アウディこうちょっともしかして一番好きかもしれないですけど、うん、バンって合成感を感じ、そうですね、いいかもしれないですね。そして内装はもう安定の RS、 かっこいい内装です、そうですね、シートがとにかくすごい、はい、ヘッドレスト一体の、うん、このハニカムですか、そうです、ステッチの入った、はい、背中に RS のエンボスが入ってる、うん、これはちょっと本当に今見ても全然本当に見劣りしないですね、うん、でもちょっとおかしな言い方ですけど、はい、中だけ見てると立派なスポーツカーですよね、そうなんですよ外側はいわゆるアバントワゴンなのに、はい、なんかゴリゴリのスポーツカーね、本当そうですね、はい、ちょっとドアから見ていきましょうか、うん、ドアはちょっと下見の時点でもちょっと話で出ましたけど、はい、ここはちょっと頑張ってほしかったなっていう、ちょっとね正直言うとがっかりポイントです、もうちょっと頑張れたんじゃないかなっていう、特に価格をその先に頭に入れちゃってると、はい、ちょっとここレザー貼ってほしかったなって気しますよね、そうですね、はい、ただこっちに関しては全部カーボンの、うん、はい、ちょっと R のついたパネルが入ってて、うん、で一応カラー変更はできないですけど白のアンビエントが、はいはい、間接照明も入ってるんですよ、でこっちに関してはシートと同じあれですかね、バルコナレーザー、そうですね、これそうですね、はい、まあ、いわゆるそのブランドで一番いいやつのレーザーが使われてると、質感もかなり良くって、まあ、ステッチもしっかり入ってございます、うん、そしてあとはスピーカーがボーズがついてくると、はい、うん、でオプションでバングが、そうです、オプションでバングがありますね、はいはい、こちらの車はボーズのサウンドシステム装着車、はい、さあボーズ標準ですか、ボーズ確か RS 標準だったですね、はい、でさらに行くんだったらそのバングニョキニョキって入ってくれるんですよね、そうです、はい、まあ、十分なサウンドシステムじゃないでしょうか、はい、そしてステアリングもちょっと外から振っておきましょうか、うん、ステアリングがここちょっと好み分かれちゃうかなっていう、そうですね、このイボイボではないですね、はい、パンチング、はい、パンチングのステアリング、
触った感じはでも割といいですよね。いや触った感じはいいです、はい、ただビジュアル的にビジュアル的にちょっとあの全部がパンチングなんで、ちょっと そういう集合体恐怖症の人とかいるじゃないですかそうですね、はい、僕もあんまり集合体得意ではないですけど、でも、まあ、ギリギリ許容範囲なんですけど、ただ結構こう握った感じとかはすごくいいし、まあ、当然車が車なんでメーカーとしてはそっちを大事にしたんだと思うんですよね、見た目よりは。はい、同じ台がついてじゃなかったら D シェイプじゃないですよ。あ、確かにそうです ね、こだわってると思います。あとダッシュボードもちょっとこのドアからつながってレザーをちょっとやってほしかったっていう、ね、はい、ずっと目に見えちゃう入っちゃうところだから、ね、贅沢ものなんですね、はい、じゃあ乗ってみましょうか、うん、はい、ちょっと今回はダウン量多めなんで、はい、もう乗り込むときに割と低さを感じます。低さ感じました、はいはい、そしてここの幅をやっぱり感じます。そうですね、サイドスカートと、うん、はい、ここのぶっといこのサイドシール、うん、はいはい、よいしょってまたぐ感じです、うん、で内装に関してはこんな感じです、うん、まずシートは安定の、はい、RS シートなんで、はい、もうバッチリホールドと、あと 4way のランバーサポートですかね。そうです、はい、めちゃくちゃ細かく設定できるとは言わないですけど、はい、本当にこう背中の必要最低限、はい、いい感じですか、はい、うん、背中の押し出しだったりだとか、はい、あとはこの膝裏だったりだとか、うん、はい、もう本当に必要にして十分なところは、はいはい、細かく調整できると、うん、はい、これあれですかね、ちょっとヘッドレスト一体でここが張ってる分、うん、肩なんかも割とこうしっかり受け止めてくれる、はい、受け止めてくれますかね、はい、でヘッドレスト一体でここがどうなんだろうと思ったんですけど、うん、割と僕的には、うん、うん、ポジション取れますか。取れます、はい、はい、ただちょっと猫背の僕でこうしっかり取れるんで、うん、もうちょっとピンって必要だとちょっとヘッドレストが出すぎてる風に感じるかもしれないです。可能性ありますかね、はい、こんな感じのシートです。いやでもいいですよ、うん、いいですね、はい、シート、うん、そしてメーターがこれよく見るとこうなってるんですね。どういうことですか。ちゃんとこう、ああそうです、はいはい、平面じゃなくて、平面じゃないってことですね、それぞれこのメーターのこの、はい、これが こっちに向いてるという、うん、はい、なんでちょっとすごく立体的に見えるこんなメーター、うん、はいはい、そしてこの針が真下からっていうのはやっぱりやる気にさせるポイントじゃないでしょうか、うん、はい、そして表示はこんな感じで、うん、はい、アウディマークが出てきて、うん、でまあ一通り、はい、こっちの操作系で操作できますよと、はいはい、であとは ACC なんかも当然ついてて、はいはい、こんな感じでございます、はい、なんですかね、ベースのもう A6 がこうもう間違いない車じゃないですか、はい、だからなのかもう見切りも良さそうだし、もう視認性も抜群です、はい、そういった意味ではすごくいい車なんでしょうね。見えない部分では当然 A6 っていうね、うん、くくりではなくなりますけど、なんかここ単発のモンスターマシンじゃなくて、はい、ベースにちゃんとこういう乗用車、はいはい、A6 アバントの A6 があるっていうところなんで、うん、だからこうピラーとかもこれめちゃくちゃ細い、そうですね、はい、運転しやすそうな、うん、はい、視界です、はい、そしてヘッドアップディスプレイもしっかりついてると、はい、はい、そしてこっち行きましょうか、うん、ちょっとじゃあかけちゃいますね。特にここ数年、うん、もうナビの進化が著しいじゃないですか、うん、そうですね、どこまで使えるのっていうのは、うん、はい、気になるところであると思うんですけど、はい、これ意外にって言い方よくないですね、はいはい、割と、まあ、あとデータ次第ですかね。そうデータ次第だと思います、はい、あとは結構皆さんスマホと対応、うん、併用されてる方なんか多いと思うんで。そうなんですよ、はい、こんな感じのナビ、まあ、今更言ってもしょうがないんですけど、アウディ独特なのがこの縮尺が細かい。あ、なるほど。100の次が 75m なんですね、はい、いきなり50じゃなくて、はい、30、はい、あ、確かに、はい、細かいですよね。でこれもいったほら200、その上で300、400、500細かいで、最近あと、はい、ダイヤルじゃなくなってきてるじゃないですか。そうなんですよ。だ意外に、うん、ダイヤルが使いやすいんですよ。いや使いやすいですよ。あのアリーナ店で撮影した時もお客様にそういう方がいらっしゃって、うん、はい、ダイヤルの方が良かったなっていう、まあ、全然別の車なんですけど、はい、確かにと思って、うん、最近何でもかんでもタッチじゃないですか、はい、物理キーもなくなっちゃってるし、うん、で改めてちょっとダイヤル、特に縮尺とか、うん、ダイヤル操作の方が向いてる部分もあるなっていうのは、そうです、ね、ちょっと最近感じました。いやそれはね、あの実感します私も、うん、こんな感じ で、はい、であとメディア関係については、はい、そうっす、
こんな感じでテレビ、ジュークボックス、はい、Bluetooth、はい、外部入力がついてますよ。そうですね。それプラスして、まあ、ディスク、スロットルもついてますし、はい、ここに SD カードも入ると、SD、うん、はい、そしてこの辺が、はいはい、そう、パーキングのアシスト、これ縦列駐車してくれんでしたっけ。そうです、はい、だから縦列駐車っていうか、あのパー、バックで出る時もの誘導もしてくれますね。そしてフロントビューなんかもついてて、はい、360度ついてるんですね。これいいですよね。良くないですか。いや、これ本当いいです、まあ、フェンダーモリモリって出てますからね。そうなんですよ。やっぱりブラインドっていうか死角がないといえば嘘になりますから、はい、こんなのついてると非常に便利じゃないでしょうか。はい、そして ETC も当然この中でしたっけ、うん、そうです、はい、でここに ETC がありますね。はい、ありがとうございます、うん、あとエアコン関係に関しては、はい、4ゾーンなんですよね。4ゾーンです。後ろ別なんですよ、ね、そういいですね、うん、めっちゃ贅沢ですよ。そしてシートヒーターも当然ついてて、はい、ここどでかいカーボンのパネルでシフト回りと、はいはい、でシフトもちょっとこう、うん、クラシカルなというか、はい、丸いタイプの、まあ、ステアリングと同じこのプツプツのタイプのシフト、はいはい、そして RS ロゴもしっかり入ってると。はい、そしてこの辺、まあ、番号はちょっと世代を感じてしまいます、うん、はい、ただ BM と一緒でやっぱりこうショートカット使えると割と便利ではあるところはあるのかなっていう、はい、あとボリュームがアウディやっぱりこう去っていけるところについてるのはこれ慣れてると使いやすいんじゃないですか。そうですね、はい、あとこの辺はナビ周り、うん、はい、うん、この表示とここが連動してる、はい、そう、はい、斜め右上が右上、右下が右下みたいな、はい、ここですよね、うん、はい、こんな感じです。はい、そして、はい、ドリンクホルダー、ドリンクホルダーですね。と、あ、ここ触れなかったですね。うん、はい、灰皿、灰皿ついてて、はい。そして、これアームレスト、うん、はい、これが2段になってるんですね。2段ですね。下と、この下、うん、はい、はい。ちょっと容量は狭めですけど、はい。で、これオプションでケーブル買うと、そうです。メディアの接続ができますね。メディアの接続ができると、はい。はい、こんな感じになっております。はい、そしてペダルに関してはもうこれ触れるまでもないかもしれません、はい、もう安心安全安定の、うん、はい、ちょっとフットレストも割と大きめで良さそうです。これペダルとね、はい、あのフットレストが、はい、全部あのいい感じですよね。え なんですか。ほらだっていつも、はい、ほらスポーツカーなのにあれゴムなんだとか。あ、そうです、ね、意外とあるじゃないですか。あります、ね、あります、はい、あります。なんかこのデザイン見るといいとこ取りじゃないですか。確かに、はい、でまたこうちょっとこのフットレスト大きめで斜めになってるんですよ、はいはいはい、フットレストのこの何ですか、うん、高さサイズ、うん、位置って重要くないですか。いやいやすごく重要ですよ。ですよね、はい、これ結構いいんじゃないかなっていう、うん、そしてやってまいりました上、はい、はい、これアルカンダーラですかね。これあスウェード触った感じアルカンっぽいですね、はい、アルカンダーラですかね。これ全部ですね。あ、そうです。これすごいっすね、はい、だってバイザーもっすよ。そうですよ。ルーフもっすよ、はい、でステッチも入ってるんですよ。そうですよ。じゃあなおさらなんでここをレーザーって思うよね。そこ来ちゃうよね、はい、絶対ここ私もそう思います。格差を感じてしまいました。そうですね。ただいいっすねこれ。いやすごくいいですよ。ほんといいんですよここだけは。これ屋根もうスーパーカーっすね。いやほんとです。じゃあなんでここはってなっちゃうじゃないですか。だったらあの本当言うとここをレザーにしていただいて、ここは例えば BM の M スポーツみたいにその黒系のあの布地でよかったかなみたいな。確かに。思っちゃったり。これにステッチまで入ってますから、ね。そうなんですよ。すごい手が。これすごい。ね、手が入ってて。このどでかいサンルーフと、はい、そして後ろまで全部、はい。あれだって一番後ろのピラーもある感じじゃないですか。そう全部。これ豪華すぎやしませんか。はい。そして後ろのこの視界もいいっすね。ね。はい。なんかリアのウィンドウあんな寝てると思えないですね。中から見ると。はい、そうなんですよ、はい。すごく視界がいい。だから、うん、ルームミラーで見ても、うん、こんなに視認性がいいっていう。そうそうそう。ルームミラーで後ろが、はい、なんていうのよく見える、大きく見えるっていうか。はい。その角度によってすごくこう縦が狭くなっちゃってる車とか、うん、後ろの座席のこのヘッドレストで全然後ろが見えない車とかあるじゃないですか、はい、めちゃめちゃ見えるんですよ、ね、はい、これ運転しやすそうですね、はい、こんな感じの内装です、はい、じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います。これ意外にこれフェンダー出てるのにこのドアのプレスライン自然っすね。ねえ、もっと BM みたいにこう
グイッって感じかと思ったら、どういうこと、どういうこと、今何を思ったの、ここのライン、あー、そうかそうか、こうギュイッて出てんじゃなくて、でもね、自然に、そうここね、僕前にこの車見せて思ったんですけど、こう何気なくこの辺からもうスーッと出てるんですよ、少しずつ。内装の紹介だって言ってるのに、そう、また表言い出した、はい、そしてリアシートはこんな感じです。リアもフロントと同様このハニカムの、うん、これシートもやっぱりリアまで徹底してこれだと内装いいですね、はい、内装はいいですね、うん、高級スポーツカーですね。ちょっと乗ってみたいと思います。はい、これ車高を下げてあるからですかね、それとも車的にですかね、なんかすごく低く感じます、うん、低いと思います。もともとがフロアも座面も、はい、はい、低いと思います。フロアもすごく乗り込みやすい、うん、はい、そして後ろは少しやっぱり柔らかめですかね、クッション、はい、そうですね、はい、うん、まあ、お尻が少し沈み込む感じ、うん、でまあ張り出しなんかは最低限、あ、でも横結構出てますね、出てます。ただ座面の張り出しはあまり感じなくて、すごく、うん、あのリラックスはできますね。足がこうされてる感ないですね。ないです。足はすごく楽、うん、タイト感はない。背中は少しサポートされてる感じが、うん、はい、そして割と広い、はい、広いですね、はい、うん、全然、はい、足元も上も、僕175ですけど、はい、はい、取れてるという。で特にえぐってあるわけでもなく、そうですね、はい、このスタイリングなのに、うん、ルーフ割とスペースがあるという。やっぱりあれだね、フロアとリアシートのシート高が低いのかな、全体的に考えてるのかな、はい、あとはフロントのこのヘッドレスト一体シート、うん、はい、これのヘッドレストがちっちゃいおかげで、うん、この辺の開放感というか、すごいよね、ありますね、はい、普通ちょっとこう座面高くして視点高くして、うん、こう見切りよくしてるじゃないですか、うん、はい、いや全然いいと思います。そしてリアは先ほど前でも触れました4ゾーン、はい、シートヒーターもついてると、うん、はい、であと前でちょっと触れるの忘れちゃったんですけど、はい、マット、このマット高いんですよね。高いマットです、はい、アウディスポーツのロゴ入ってるやつです、カーボンのやつ、はい、はい、こんなのも漏れなくついてます、はい、はい、そしてあとはアームレスト、アームレストでーすね、はい、はい、全部しっかりレザー張りで、はい、ここはちょっと残念ポイントなんですけど、はい、え、なんでですか、深くないじゃないですか、あ、確かに確かに、うん、まあ、こんなもんってこんなもんですよね、あのここの元々の厚みもないので、はい、まあ、お財布携帯ぐらいですかね、そうです、はい、こんな感じになってます。あとここにあれがドリンクホルダー、はい、はい、ガードもどうしてもここがね、なんですね、はい、こうなってます、あ、メカが入ってる分、そうなんですよ、収納ができる分ここは収納なんですね、はい、はい、使い勝手はいいです、はい、はい、で、あと後ろもドア、フロント同様にカーボンのパネルが入ってて、うん、はい、シェードが一応ついてるんですね、そうなんです、こんな感じでいいですね、はい、じゃあもうこのちょっと狂ったスペックの車を、はい、ファミリーカーとして使おうと思えば、はい、もう当然十分以上に使えちゃうという、そうですね。そして後ろはフロントと違ってドアポケ結構大きいんで、これペットボトルとかも入りそうですね、楽々ですね、はい、まあ、斜めにはなっちゃいますけど、うん、はい、こんな感じの。そしてリアもしっかり BOSE のスピーカーが入ってると、はい、はい、でここに、はい、シガーが2つそうですついてると、はい、まあ、USB じゃないですけど今シガー USB に変換するやつ、そうですね、それで、はい、対応していただければ大丈夫です。タイプ C でもタイプ A でもいろいろできるんじゃないでしょうか、はい、はい、じゃあ続いて後ろも見てみたいと思います。はい、で後ろがこんな感じで電動のテールゲートと、はい、もう安心の広さですよ、十分ですね、バッチリじゃないですか、バッチリです。そして今回このゴムというべきかマットも引いてあるんで、はい、下ピカピカという、はい、すごい綺麗です、容量的にも十分じゃないでしょうか、はい、で下も開けちゃいますか、はい、はい、どうぞ。こんな感じで、はい、プラスアルファの収納も使えると。でこれがあれですよね、このレールにカチャンとはめて使える、そうです、はい、はい、だからもう収納に関してはもう申し分ない、申し分ないですね、はい、でプラスアルファで、うん、まあ当然トノカバーも、はいはい、上げ下げして使えますし、はい、シートが倒せますんで、はい、これ長物も相当いけますね、いや相当いけますよ、はい、相当な容量なんで、ちょっとこう傾斜してますけど、はい、この後ろは結構長いんで、うん、あとこのトノカバー、うん、こうアバントって書いてありますけど、あ、本当だ、はい、別に、あ、まあでもアバントしかつかないですね、はい、なんでこれ書くんだろうと思ってちょっとあの可愛いポイントです、アウディの。で、あと僕もいいって思ったんですけど、はい、このリアの、はい、
このシート、この背面、うん、背もたれ、うん、めっちゃ重たいんですよ。めっちゃ重いんですよ。座った時のなんかこのどっしりとこう座れる感じ、うんうん、ちょっとこのシートの形状だけじゃなくてちょっとこう作りとかもあるのかなって。そうですね、構成だったりとか。いや、もちろんそうだと思います。はい、はい、でものすごいしっかりした背もたれ、うん、はいはい、だなっていうふうに思いました。うん、じゃあ続いて、はい、エンジンルーム見てみたいと思います。はい、よいしょ。これがエンジンが、うん、もう遡っちゃうとこの前のモデル、前の世代から、ダウンサイジング、はいはい、ガラッと変えたんですよね。そうです。これの前が V10、 V10 なんですよ、5リッター、はい、まあ、それもまあまあちょっと、ね、狂ってるというか、うん、はい、ぶっ飛んだエンジンだったんですけど、はい、なんかいろいろその当時の、まあ、レビューというか、これが出たての頃いろいろレビューとか感想とか見たんですけど、結構このダウンサイジングと、はい、あとパワーの方もちょっと20馬力ぐらい若干落とされたんで、それが結構がっかりされちゃったユーザーとかオーナーの方がいらっしゃったらしくって、はい、ちょっと当時ざわつかせたらしいですね。うん、はい、ただ今こう数字的なものを見てきたら馬力に関しては下がってるんですけど、うん、トルクは全然上がってるんですね。そうなんです。で、あくまでも乗った感じで言うと感覚的には全然速いです。はい、だから0100なんかもこっちの方が全然速くなってるんですよね。はい、だから改めてちょっとやっぱり車ってその馬力ももちろん重要なんですけど、うん、車を前に動かすのってトルクじゃないですか。そうですね。だからトルクの重要性というか、はい、まあ、そこもしっかり見ていかなくちゃいけないなっていうのは、うん、もうなんか今回 の, その下調べで思いました。うん、はい、で結構その、まあ、単純にまあ、ダウンサイジングされて、うん、まあ、ちょっとその他のところいろいろ見直されて以外にも、はい、まあ、シリンダーオンデマンドって言ってそのシリンダー休止システムがいろいろ追加されてたりとか、はい、まあ、環境対策、燃費対策なんかもいろいろ手が加えられてるエンジンですよね。はいはい、でこの次の、まあ、いわゆる現行型もこれを継承したというか、はいはい、そうですね、4リッター V8、はい、若干のパワーアップしてるですよね。はい、はい、感じですね。だからその時は割と馬力だけこうちょっと話題になっちゃって、うん、あれですけど、まあエンジンの進化としては、はい、結構ガラッと変えてきてあのかなっていう、はい、そうですね。今エンジンを見てエンジンの話をしてるんですけど、その、まあ、仕事として僕らもその前の5リッター V10 のエンジンとか乗ってるじゃないですか。でこれって足とかその四駆のシステムとかものすごく良くなってます。あ、全く乗り味が違うって言ってもいいぐらい、はい、それぐらいなんていうんですかね、あのこれの前の方からこの方になった時ってすごい差がありました。だからあくまでもさっきツッチも言ってたようにそのカタログの数値だけではなくトータルとしての、RS6 アバントっていう車をメーカーがどうしたいかっていう、それを相当考えてると思いますね。で出来上がった車だと思うんで乗ってよしですし、普通に一定走行で100キロ出しててもすごくいいです。うん、で確実にその進化はしてる。でも間違いなくしてます。そうなんじゃないか。はい。あとはその、まあ、直接オーナー様になる方にはあまりは関係ないかもしれないですけど、細かく言うと整備性がすごく上がってます。みたいですね。そうなんですよ。だから何が言いたいかっていうと、同じ整備するんでも1万かかるところが5000円で終わる、2万かかるところが1万円で終わるっていうこともあり得るので、そういった意味でもランニングコスト的には抑えられる、燃費も良くなってる、いいとこしか見当たらない。確かに確かに。って言ってもいいぐらいです。はい、まあ、V10 は V10 のまあ音だったりとか、いや面白いと思います、はい、あれは魅力もありますけどね。はい、はい、うん、まあ、維持の面だったりとかっていうのは、はい、まあ、ちょっとこっちの方が具があるんじゃないかなという。そうですね、はい、うん、そんなエンジンルームになってます。はい、続いて電動周り見てみたいと思います。お願いします。
続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。見切りは、うん、さっきちょっと内装で想像した通り、うん、バッチリです。本当？はい。ただ完璧、フェンダーの、うん、出具合が、うん、えぐいです。そうだよね。フェンダーの盛り上がりがえぐい。確かに。あ、でも本当これはちょっと。取り回しやすいっすよ、うん、あーなるほど、うん、割としっかりめですね、足回りは、うん、あーそうっすね。今これモード何になってる？ダイナミックです。ダイナミック、はい、ちょっとコンフォートか、コンフォートでいきますか、はもう全然違いますね。全然違いますね。あ、こういう感じですね。うん、でかさをあの感じないです。うん、ここ行っちゃってる。うん、うわ。警戒。うん。けどなんかしっかり重厚感ありますね、うん、当たり前だけど4、5より全然重厚感。何より4、5 RS4、 RS5、 あ、はいはい、これちょっとでも、うん、あのせっかく価格もこなれてきたんで、はい、さっきもちょっと話してましたけど、うん、不良にしたいですね。不良に本当だよねちょっとアウディってどこまで行ってもちょっとフォーマルで真面目なイメージありません？はい、A8 とか、うん、まあ、S8 もそうだし、うん、R8 とかも。そう、あのね、これ語弊を恐れずに言うならバカっぽさがない。ああ、そうですね。なんていうんですか、すごく言い方悪いのかもしれないですけど、やんちゃさがないというか。確かに、うん、AMG それありますよね。そう、はい、ただ音いいし、うん、そうなんですよ。ポテンシャルはだって半端ないわけじゃないですか、うん、そうなんですよ。馬力しかり、走りしかり、はいはい、で海外 の, そのマフラー交換してる車なんかの動画見てると音めちゃめちゃいいじゃないですか。最高だよね、あれね、バリ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 って、うん、もう最高、まあ、日本保安基準はあるんでちょっとそうなかなかあれですけどね、完全同じのってのは難しいかもしれないですけど、うん、いや、 やっぱりそこのギリギリのところまで攻めたいよね。そうですね、行きたいですね、うんうん、ちょっと低めの車高で、そう、はい、足元にもちょっとかっこいいバチン焚いて、はいはい、でブワーッと、うん、はい、あれ、いいですか、坂道ちょっと登ってって、全然いいっすよ。うわー、これはこれはちょっと今ちょっとあの2段階で加速しましたよ、はいはい、いや、ゆっくり踏んだんすよ、今あれ意外に、おとなしい系かなと思って、はい、で、キックダウンするとこまで踏んだら、はい、ちょっと異次元の加速でした、今やーべえ、設定コンフォートのままだったから。あー、だから最初あれなんですかね。そうなんですよ、思いっきり踏まないとキックダウンしてくれなかったんですよ。これ、とんでもない加速しました、今背中、久しぶりにこうシートに背中を押し付けられる感覚が、ね、なんか、こう、ワクワクしますね、はい。でもあれですね、どこまで行ってもなんか飛んでっちゃう感じしないですね。そうなんですよ、もう本当に1ミリも無駄にせずこうトルクが地面に伝わってる感じしますね、うん、ひたすら安定なんで。これすごい、うん、おっとっとっとっていう感じ全くないですもん。全くないです。やっぱりこれ、あれ6になっても5結構乗せていただきましたけど、はい、変わんないんですね。そうですね、これはすごくなんていうんですか、もうアウディクワトロらしいというか。で、まあ、ちょっとカメラマンが言ってたんですけど、はい、最近、まあ、最近でもないですけど、うん、アウディって言ったら四駆、はいはい、っていうイメージが、はい、ちょっと最近薄くありませんかと。おうおう、まあ、確かにそうだなと思って、メルセデスもフォーマジック出てきちゃったし、はい、BM も X ドライブ当たり前になっちゃったじゃないですか、はい、じゃあそこでアウディ
四駆っていうのが本当にこう魅力として打ち出せてますかって言った時に、はい、まあ、確かに X ドライブとかフォーマチックもものすごく良くなってるなと思って、すごいですよ。ですよね、はい、だからカメラマンはもうアウディはもう一歩先に行ってもらいたいって言ってました、うん、確かに納得だなと思って、そうですね、それパクるわっつって、うん、そのコメントパクっとくわっつって、うん、いやでも結局そのさっきもちょっとデザイン面で言いましたけど、なんか他メーカーがまだそこに行ってないところにアウディって行こうとする、行ってくれるじゃないですか。ね、古い話して笑われちゃいますけど、クワトロシステムでこうゲレンデというかジャンプ台登ってみたりとか、そんなコマーシャルすら普通思いつかなかったりするのに、そういうのを普通にやっちゃうメーカーだったんで、確かにもう一歩、もう二歩、三歩、もうデザインはなんかちょっと先行ってる感確かにありますよ、はい、あとはその技術的な、その何ですか、機能的なものも、うん、もう割と早いじゃないですか、はいはい、なおさらその根本のところをちょっと一歩先行ってほしいなっていうのはちょっと思っちゃいましょう。水を差すようなコメントになるかもしれないんですけど、最近の僕、私個人で思うことって、アウディって先の技術、先のデザインっていうのも当然やってるんでしょうけど、それよりもこう安全面に対する配慮、環境面に対する配慮っていうのをこう、なんていうんですか、重点を置いてる、重点を置いてる、そっち寄りなのかなという気がしていたところ、いたところですよ。実はあ、まあ一回で言わなくても、なんすか、いやなんかこれ俺見た瞬間に、はい、なんだ俺欲しくなっちゃったっていうアウディの車があって、なんすか、え、まだはっきりしてないですけど、なんすかなんすかなんすか、クワ EV のクワトロ、カメラマンさん知ってます？ EV のクワトロ、まだデザインモデルしかないんですけど、これ私欲しい。なんかどこまで本当か分かんないですけど、なんか1億円ぐらいみたいな。じゃあ返しちゃいます、はい、もうやられましたあのデザインに、はい、欲しい。確かにデザイン新しいんだよな、うん、それもね見てもらうと分かるんだけど、昔のクワトロのデザインを現代風にアレンジしてるんで、はい、はっきりクワトロなんですよ、昔の。まあ後で見ましょう。見ましょう。はい。そして車のレビューに戻ると、うん、もうめちゃめちゃ安定なんですよ。もうね、直進安定性めちゃいいです、うん。乗り心地もこんなに車庫端なのに、うん、コンフォートめちゃめちゃ乗る。でいいよね。20インチのこのホイールで、タイヤで。そしてもうこのアクセルのレスポンス、うん、なんかもう本当にコンフォート。うん、はい。踏み込みさえしなければ、うん、もうちょっと RS っていうの忘れちゃうぐらい、はい、普通に乗れちゃいます、うん、はい、でちょっとダイナミックにすると、はい、結構この、まあ、車の機能によって、うん、そのモード切り替えこそついてますけど、うん、あんまりそう細かく変化できない車もあるじゃないですか、まあ、ありますね、まあ、例えば電子制御の足場に入ってなければ当然連動できないし、はいはい、けどこのアウディの場合だと、はい、結構いろんなところが制御変わるんですよね。そうなんですよ。ステアリングのレスポンスもそうだし、足回りの硬さもそうだし、はい、エンジン、うん、はい、だってその辺なんかもRS6 はデフの制御も変えますからね。あ、そうなんですか。はい、結構見れるんですよね。そう、個別で見れます。はい、はい、エンジン、ギアボックス、サスペンション、ダイナミックステアリング、スポーツデフ、うん、あ、うん、スポーツデフ、そうそうそう、スポーツデフ、そうなんですよ。エンジン、ベルトテンショナー、こんなに細かくいいんですか。そう、あ、嬉しいですね。うちの撮影者確か3つぐらいしかなかったですね。あるんですか。あります、一応設定が一応あります。すごい。けども会社の車なんで、はい、コンフォート、エコー、うん、固定でございます。嘘でしょ、はい、え、いやいや、ツッチーとカメラマンが乗っててそれはないでしょ。本当、ダイナミックにすると、はい、あ、もうあからさまに全然違う。エンジンのレスポンスも、はい、アクセルのレスポンスもいいし、はい、ステアリングもしっとり重くなりました、うん、あ、もう足が全然違うもんね。違いますね、はい。これは二刀流、もしくは個別も入れたら三刀流、はいはい、四刀流できるかもしれないです。あ、なるほど。いや、ちょっともう懐が広すぎて、うん、ちょっと本当に下手くそでも飛ばせちゃうんですよね、この。そうですね。なんだったら自動で
車に任せてやっても限界値が高いから、確かに確かに、はい、全然いけちゃうと思いますよ。これすっ飛ばしても余裕ですよ、うん。そしてヘッドアップディスプレイなんかは、はい、最近のなんかいろいろ出るのあるじゃないですか。さすがにあそこまではないですけど、ちゃんと車速だったりは、うん、視認性よく、はい、昼間でも全然十分見れます。ちょっとでも慣れが必要なのかもしれないですけど、ヘッドアップディスプレイであんまり情報量が多いのって、私は個人的にはまだ慣れてないせいか、確かに確かに、ちょっと違和感があります。この視点の移動こそないですけど、この焦点の移動があるじゃないですか、うん、そうなんですね、はい、確かに。だからね、ちょっと疲れます。そしてコーナーは、気持ちいいです。あ、いいですねなんかいいですね。これなんか扱える感じしちゃいますね、はい、なんかあの車高いじってるせいかわからないんですけど、はい、なんか助手席に乗ってるだけだと、はい、コーナー曲がった時に、はい、あのこうリアタイヤのこうリアタイヤの方にこうなんかこう重量物があるような感じの感覚っていうんですかね、うーん、なんかこうしっかりあのなんていうんですか、アクセルで曲がってきるタイプの車の作りっていうんですか、はいはいはい、はい、さっきと走る時によくこうアクセルで曲がる車を作った方がいいよねってよく言うんですけど、そういう感じの雰囲気の動きを今はなんとなく感じちゃいました。素人レビューすいません。いやいやいや、はい、いい感じです。カメラマンさんどうですか。最高。カメラマンさんから最高いただきました。でもちょっとこのパンチのあるこの走り、はい、これをちょっともうちょっと覚醒させたいですね、はい、これちょっと調教されすぎちゃってますね。そうですね、はい、もうちょっと解き放ちたいです。そう、いい子になっちゃってるんで。そうですね、出来すぎくんになっちゃってます、はい、そうですね、出来すぎくんですね。悪いこと教えたいですね、はい、でやりすぎくんになっちゃうでしょでもこの価格帯になってたらそれもできるわけじゃないですか、うん、そうだよね。これじゃあ例えば新車で買って、はい、その新しい時にそれやりましょうって言ったらものすごい波動高いし。そうだね、もう正直この価格帯で言ったら、うん、スーパーカーが見えてきちゃうじゃないですか。そうです、これをいじくりますって。そうです、そうです。けどもうここまで落ち着いてると、うん、そういう楽しみ方も、新車じゃできない楽しみ方もある。はい、ちょっと頑張ってね、パーツつけて。そうそう、だって新車で買ったらオプション入れて1800、1900とかぐらいだったかな、確かね。すごい金額になってしまうので、そこからじゃあカスタムしましょうっていうと、すごいよね。すごいですね。そしたらあとは逆にいじるんであればこの赤が効いてくるかなって気しましょうか。そうだね、ベースとして考えればいいと思います。お、今ブレーキ踏んだ時にどうですか、はいはい、カーボンの違和感って何かあります？忘れてました。そうだね、忘れてました。普通なんだねってことはね、はい、別に結構タッチ違う車ありますよね。あります。ススススっていっちゃうとか、はい、あの初期のタッチが異常に強すぎたりとか、はい、全然大丈夫です、はい、普通ですか。違和感ないです。普通です。違和感ないです。あ、いいですね、まあ、それが一番いいです。快適だね。快適っすね、うん、助手席も本当なんかこう全然何にも疲れる要素もないし、フットレストこう中で座った時には、うん、もうすごいベストだなと思ったんですけど、もうちょっと手前がいいですね、うん、僕の短い足だと、うん、ピンってなっちゃいます、左足がそれはあれじゃないの、ステアリングの位置とシートの位置合ってないんじゃないの。いやいやいや、アクセルとブレーキはちょうどいい位置なんで、うん、ああそういう感じ。そうです、あ、もうちょっとこの辺かな、もうちょっと手前がいい、はい、うん、調整できればいいですけど、うん、昔あれありましたよね、アクセルとブレーキの位置が調整できる車、アメ車とかで、アメ車もありましたし、ジャガー系もありましたね。あ、そうなんですか、はい、へ、うん、今も XJ 系は調整できたかな、もしかすると。そうなんですか、はい、もしかするとですけど、へ、はい、結構シートなんかは細かく今調整できるようになってるから、うん、その辺で調整し直せば、うんうん、日本車が、はい、あの当たり前のように、はい、あのチルとテレスコピック、はい、調整できても、はい、意外とベンツとかってずっとそれをやらなかったんですよね、はい、シートで調整すればいいんじゃないかみたいな
考えだったらしく、でもまあここ数十年当然便利機能を当たり前につけてるんでついてますけど、そういった意味ではドイツ車はそのステアリングの調整とかっていうのは結構後発でしたね。結局なんかその気候が増えちゃうからフィーリング変わっちゃうらしいですよ。そう、だからホンダの S2000 は、うん、あんなちっちゃい車で、うん、それこそハンドル動かないと不便なのに、うん、チルトもテレスコもつけなかったんですよ、うん、はい、多分その辺もあるかなと思ったんですよ、うん、はい、うん、確かにそうですよ、こう折れ曲がる機構と、うん、このスライドの方やったら、うん、フィーリングって言ったら絶対悪化するじゃないですか。そうですね、直付けの方が絶対いいわけです。絶対いいですね、はい、速度域が日本と違うわけだから、うん、だからそれがうまく多分、うん、ロスなくというか違和感なく調整できるように、はい、多分機構が進化したのかな。はい、だって僕そんなに詳しくないですけど、パワーステとかステアリングの機構、ラック&ピニオンっていうんですかね、はい、それなんかドイツ車なんかずっとボール&ナットでしたっけ、ちょっと重くてこう直線ソリッド的、はい、ソリッド感のあるずっと使ってましたもんね。コスト的なこともあるでしょうし、フィーリングもあるでしょうし、フィーリング大事ですよね。大事なんだよね、超高速域だったりすると特にね、うん、そういうのを大事にするんでしょうね。だって僕免許取り立ての頃、うん、なんだっけな、普通のワイヤースロットルの車から、うん、デンソロの車に乗り換えた時にすごい違和感あったんですよ。違和感あったよね、めちゃめちゃありましたよ、うん、踏んでんのになんだよこれとか、そう、何これみたいな、うん、戻そうと思った瞬間になんか加速して出したりとか、なんかテンポがすごいずれてたりとか、でワイヤーの車絶滅したら全く気にならなくなったんですよ、うん、だよね、うん、だからちょっと人間アップデートもそう必要かな。必要です。これなんか理由があるのかわかんないですけど、ここ一段高いじゃないですか。はい、なんですか？ここ僕嫌いです。ああ、はっきり言いますけど、なんかすごく嫌だ。デザイン的にはなんか凝ってるように見えるんですけど、なんか別にここの高さいらないんじゃないかなって思いますけど。確かに。なんかあるんですかね。あれ名声 S クラスの2インチかなんかもそうなってますよね。あ、そうですか。つながってなかったでしたっけ？つながってますね。はい、ちょっと時代的にそういうのがトレンドだったりしたんですかね。あ、それもあるのかな、なんかこうつながった感があって、うん、ダメなとこ言うと何ですか、あとダメなとこ、はい、どこですかね、さっきから気になるのは、はい、ダッシュパネルっていうんですか、ここ、はいはい、これが長い。あ、だから助手席に座って、はい、膝の位置っていうか、なんか自分のつま先がすごい奥に入ってる感じがします。はい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 、っていうのと、はい、さっき言わなかったんですけど、これすげえ嫌です。いて。シートちなみにそれ一番低い位置ですか？これ低い位置です。っていうのと結構ちょっと前気味ですかね、気持ち。はいはいはい、ただこう膝から先がすごい入ってる感じがして、なるほど、なんかすごく違和感があります。僕ブラインドちょっとこう欲しかったなって、うん、あ、欲しいですね。そこぐらいですかね、うん、ちょっと降りるんで、じゃあ最後にもう一回だけ踏んでいいですか。はい、いいでしょ。おお、これは早い、うん、これがこうズルズルっともやらず、うん、おおともならず、うん、この何事もなく加速していくよね。おーって音だけで、そう、うーんって G だけかかるという。ひたすら前に行くからね。すごいよね。だってこれ標準のやつは250キロリミッターですけど、うん、そのパッケージつけてリミッターオフのな、リミッターついてないやつ305キロって言うんですよ。スタンダードで。やばくないですか？やばいね。このワゴンが300キロ飛んでいくんですよ。でしかもそれがノーマルっすよ。まだ伸びしろがあるんですよ。じゃあ何キロ出るんだよっていう。はい、というわけで今回はアウディ RS6 アバントをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。